TV のヨシです。オフェンです。トレトレです。今日は皆さんにお知らせがあります。実は来週東京へ行きます。なんで東京行くの？カナダ建国150周年の大使館祝賀パーティーに参加することになりました。イエーイ、拍手。旅ブロガーとしてカナダ大使館へ建国150周年のパーティーに参加するんです。すごいね。でも結構有名な人が多分でも他に行かれるブロガーさんをツイッターとかで検索しても見当たらないので、どんな方が行かれるのかとっても気になるところです。気になるところです。気になるところです。それともう一つ告知があります。何でしょう？東京に行くと言いましたが、その10日後ぐらいに台湾へ行きます。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。お留守番ライブされるそうで、お留守番ライブ期待してる方が約2名ほどいらっしゃいますよ。じゃあお留守番ライブします。よし、お留守番ライブ見てあげてください。はい、お願いします。それとキャンプ友達を募集してるそうです。キャンプ友達とは一緒にキャンプ行って何したいですか？バーベキューしたいですね。焚き火とかは？焚き火へね、焚き火したいね。もうちょっと暖かくなったらね。なので平日にヨシさんとキャンプに行きたいという方募集中です。ひとまずキャンプっていうデイキャン、デイキャンでバーベキューとか。そうやね、バーベキューしたい。とりあえずバーベキューしたい。バーベキューとか行ける人募集してます。募集する。またみんなでぜひバーベキューしましょう。はい、しましょう。ということで本日の告示はカナダ大使館へ祝賀パーティーに行きます、台湾に行きます、そしてデイキャンプでバーベキューをする友達募集のこの3つでした。この様子はまた後日ブログにアップするので皆さんも見てみてください。カナダの魅力どんどん発信していきたいと思います。ということでオーフェンでした。よしでした。ではでは、バイバイ。バイバイ。